思います。本日ドラ娘が開いてくださっています。ドラ娘さんはクラーディア・バドベさんです。どうぞ。なんとクラーディアさん、今日が初ドラということで、ちょっと練習をしてみたいと思います。ではお願いします。こんな感じでどうですかね。ちょっと勢いが足りなかったみたいな。
やって、随時情報は流していますので、そちらの方で、ぜひ、情報ゲットしていただければと思います。もう時間があれなんで、ぜひ、夢を叶えてですね、プラグイン作って夢を叶えましょう。ご清聴ありがとうございました。フレームワークっぽい感じになりまして、ディスパッチャーがあるんですけど、前結構ゴリゴリ PHP 書いてあって、リクワイアとかいっぱい書いてあったんですけど、それもこう、なんかアルルっぽいようになってるっていう感じです。で、やっと PSR4 の対応のオートローダーになりまして、まあ、以前はこんな、キーとですね、このファイルの名前がすごい全部ずらっと書いてあった力技のオートローダーだったんですけど、PSR4 になりまして、すごいスッキリしました。で、これをまあやるのをすごいコミュニティで頑張ってやったんですけど、その中から5つポイントがあると思うので、ちょっとご紹介しようと思います。で、1つ目は、まあ、何はなくても名前空間ということで、名前空間に対応しないと PSR4 を使えないので、対応しないといけません。で、5.6 までオブジェクトスコアで一応作ってあったんですけれども、やっぱ名前空間はやっぱなかった時代なので、書いてないんですね。で、これをまあ対応しました。で、もともとあった、コンクリートファイルのクラスっていうのは全部そのまま、基本的には残してまして、名前空間に対応しています。なので、こうファイルの先頭にこう、エイリアスがいっぱい書いてあるんですけど、まあ、なぜかというとですね、PSR 準拠にすることでクラス名が変わっちゃったんですけど、ソースコードは極力変えたいので、全部エイリアスを書くっていうすごい力技になってます。なんとかなります、これ。書けばなんとかなる。で、それから、コンポーザーですね。やっぱり欲しいコンポーザーで、まあもちろんなかったんです。始めました。で、これをやるとやっぱりすごく GitHub がスッキリしますね。サードパーティーのライブラリーが全部入らなくなりますので、すごくいいなと思います。あとですね、いろいろ外部のライブラリーを使ってたんですけど、今までやっぱコミュニティの人でそれのバージョンアップのテストをしてくれる人っていうのがあんまりなくてですね、やっぱ面倒くさいじゃないですか。で、そういうのもコンポーザー使ってちょっと意識を変えてリードして試すだけでいいので、すごくコミュニティも健全な感じになっております。で、あと自動テストですね。コンクリートファイルは Travis を使っています。で、やっぱりこれでちゃんとビルドのテストをするっていうことで、まあ、いろいろやっぱりアプリケーションの構成を今回ガラッと変えたんですけれども、まあ、そういう時にちゃんと、まあ、クラスローダーとかサービスロケーターテストを書いてあるので、まあ、ガラッとディレクトリコードを変えるとかもちょっとやりやすかったかなと思います。
で、シンフォニーコンポーネントを使いました、ちょっと飛ばします。で、最後のポイントが、ララベルですね。やっぱり今一番来てます。ララベル多いパクっております。まあ、最近コミュニティもララベル新人がすごい増えまして、なんか新しい機能っていうとララベルであるよっていう人がすごい多いんですけど、まあ、そんな感じでですね、特に大きいのは IoC コンテナ、ララベルそのままパクって、参考にして使っております。でこのことで結構単体ですと書きやすくなったので、前より開発スピードが上がったかなと思います。ということでまとめなんですが、まあ、何がなくとも名前空間、という感じで、まあ、一番最後にですね、まあ、これですね、力技、モチベーションを保つことができるかっていうのがやっぱり、重要なんですけれども、まあ、やりきるとですね、すごいテンション上がります。これすごい面白い一周なんですけど、5.7 が美しくて、ちゃんとしてくれるという一周です。面白いです。APP のフレームワークがですね、シフォニー2をベースにした独自のフレームワークを利用してまして、
じゃあ、シフリツをご存知の方は、なんとなくピントくるような構成なのかなと思ってます。で、画面の方から、1、2、3と、こういった形でテープをアクティベーションしてもらうと、こうって、ハローワールドって出来上がります。実際これだけですね、作り方としては。で、先ほど、いろんなものが充実してますよというところで、簡単に紹介しますと、フック数です。例えばユーザーが、ログインしたとか、ログアウトしたとか、あとはオンラインストレージなので、ファイルがアップロードされたとか、削除された、そういったイベントをですね、フックで、取得してですね、コールバックを実装することが可能です。あと WebWPHP、サブレダブという PHP でですね、実装されてまして、こちらもいろいろといじることができます。その他に、あとはクラスローダーとか、バックグラウンドジョブとか、ロギング、DI とかあります。エクスターナル API、テスト API ですね。あとトランスレーションもありますし、テーマも、書き換えられます。いろいろなことがありますけれども、まとめとしては特に伝わらないですよと。なので、試してみてください。AWS のですね、マーケットプレイスに、環境を構築しています。で、V7.0.2 でですね、の MI で Python をインストールした前を公開しているんですけど、ちょっとシェルショップの関係で MI の公開が遅れているみたいで、これ今レビュー中なので、申請取ったら何かでお知らせします。あと先ほどのサンプルですね、 GitHub にも上げてますということで、PHP4 に書かれていて、こういう感じの紙紙になっていました。
デイズパブリッシュ4が、2007年から2012年にありましたけど、PHP コアで、書かれましたものですね。でその時に完全に PHP フレームワークの Easy コンポーネントを入れていて、で、Easy パブリッシュ3の PHP 5版になっていました。で3から4の1個にはいろいろ問題が発生して、バグが多いとか、エクステンションの1個は難しいということもありました。あと新機能はほぼなしですね。で、そうですね、これはイジパブリッシュ4の紙画面ですけど、今、それ一般としたとほぼ同じものになっています。で、そこで学んだことは、そのメジャーのバージョンアップは簡単なものではないです。とユーザーには、やっぱりその適用時間が必要、そのエクステンションを新しいバージョンに適用するのも、あと、キャッツにも結構時間がかかりました。その最初のイジパブリッシュ4のバージョンには、2、3年ぐらい、もうフローズしてずっと進化しなかったですね、はい、で新しいバージョンには新しい魅力がないと、まあ、ユーザーは使ってくれないですね。でそこに新しくなったのはイズパブリッシュ5なんですけど、2012年からなっていて、で完全に新しいスタックになっています。でそのイズコンポーネンツからシンフォニーに使っていて、まあ、そのテンプレートもシンフォニーのテンプレートのトゥイクを使っています。で設定ファイルの形式も変わっていて、でその MVC の構造もちょっとで、さらに機能もなくりました。まあ、ほぼに立ち物になっています。で、これは紙画面になっていますけど、さっきの紙画面とほぼ同じもので、スキンセルしかしてないですけど、でも、その中には、ジャワカンタルという機能がありまして、シンフォニーのカンタルと一緒に、レガシーカンタルというものがあります。で、そのレガシーカンタルというものは、そのイズパブリッシュをそのまま入れています。で、そのレガシースタックだけとしても使えます。イズパブリッシュ4なんですけど、イズパブリッシュ4のまま使うこともできますし、あとその部分的に使うこともできます。はい、その紙画面も、元はそのイズパブリッシュ4をそのまま使っているということです。はい、で、そのイズパブリッシュ4の比率なんですけど、イズパブリッシュ4はただの1個バージョンであるということですね。それはユーザーのためでも、その開発側はですね、そのイズパブリッシュを開発している編集者のためでもあります。立ち側のためにいますけど、はい、ここはそのイズパブリッシュ4のカーネルで、ここはイズパブリッシュ4のカーネルになっています。で、まあ、大体はこんな概要としてはこんなになってます。
まあ、リレーショナルデータベースと NoSQL の性能を持ってますよと。で、トランザクション機能を持っていたりですとか、スケーラビリティが高いのでクラスターもボタン1つで作れます。はい。まあ、だからといって今までの技術がもういらないよっていうわけではないので、まあ、全部をうまく使い分けてやりましょうっていうことなんです。で、今回はですね、一番、ニューエスケール代表的な、ボルトデイビーとニオデイビーですね、この2つを取り上げるんですけど、僕実はニオデイビーあまり使ってなくてボルトばっかりなんですけども、まあ比較としてはこんな感じになってます。とりあえずニオデイビーの方からですね、 MySQL と互換性を持ってまして、なんとレプリケーションがこれで全部できます。で、インメモリじゃなくてこいつはファイルシステムで全部やってまして、インストールすると管理画面のアプリケーションがついてくるのでクラスター組むのも簡単です。で、MySQL のようにチューニングして性能を上げるっていうよりかはクラスターを組んでとことん速くするっていうイメージになります。で、アクティブレコードがサポートされております。ですね、あとドキュメントは、まあ、全部英語ですけど、で、PHP なんですけども、PDO の拡張エクステンションが公式でありまして、ほぼ MySQL、Postgre とか Oracle と同じように使えます。で、レプリケーションには、P になりますね。で、BoltDB です。これはですね、リレーショナルデータベース、まあ、ニュー SQL っていうのは、MySQL の効果、MySQL じゃない、SQL 分が全部使える仕組みになってます。で、まあ、リレーショナルデータベースとほぼ同じような使い方で、まあ、これはインメモリーとファイルシステム両方サポートしています。同じようにクラスター対応しました。あと多分今こいつしか持ってないんですけど、非同期のクエリっていうのが使えます。あとはですね、大きな特徴なんですけれども、 Java ベースで作ってありまして、まあ、DL とかはその場でコンパイルして、データベースっていうよりかソフトウェアとして動かすようなイメージですね。はい。で、ノードを増やすか増やすだけその分比例してどんどん性能が伸びています。で、残念ながら BDO には対応していないんですけども、まあ、独自のエクステーションになります。で、非同期クエリってどうなのっていうと、まあ、こんな感じのイメージです。クライアントで、まあ、バン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 リクエスト投げまくって、で、それを全部計算してからボルトが送ってくれたりとかっていうのをやってくれます。で、送ってくるタイミングは、任意で作れます。で、例えば、まあ、次世代アプリケーションということなんですけれども、今介護系ですとかそういうサービスをやり始めている企業さんがすごい多いと思います。で、例えば、まあ、子育て支援系のアプリとかですと、まあ、いつかこういろんなものが家電がこう、まあ、ベッドを結びついた時に、例えば子供が入っているようにドア開いたよっていう時に、まあ、今までの仕組みだとやっぱできないですよね。まあ、できないということはないです。 Node.js 使って一方的に送りつけるということはできますけれども、あえて PHP でやるのであれば、こういった非同期クエリを使って、送りつけてもらうとか、まあ、あとイベント系ですね、そういうのに対応させたりですとか、まあ、いろいろあります。はい、っていう、まあ、アイディア作りのためにも、まあ、こういう NewSQL という手法をちょっと使ってみて、まあ、大事なデータは今まで通りリレーショナルのデータに入れてやります。はい、でライブラリも作ってますので、よければ。